こんにちは、東北スンコです。どうも、東北キリタンです。20万人を目指して街づくりをやっているわけですが、現在1400人、まだまだですね。これからですね、それはいいんですが。ん？街、こんな感じでしたっけ？ああ、実は、ちょっと問題があったので、別のマップで作り直しました。あ、そうなんですか。大体同じ感じにしましたが。あ、学校の深穴が。この辺はちゃんとしてます。ちゃんと変に。そういうわけで、ここでやっていくとしましょう。はい。人口が増えてるので、いろいろと問題が出てきますが、早速渋滞起きてますね。いろいろと解決していくとします。あ、犯行現場とか出てる。そういえばまだ警察作ってなかったですね。ということで設置。早速現場に向かってるようです。いいですね。あ、でも、ちょっと場所が良くなくて、早速詰まっちゃってますが、ちょっと失敗。まあ後で移動しておきます。あ、現場に着いたようですね。警察が入っていくみたいなアニメーションはないようですね。まだいろいろ調整中ですかね。かな。あ、解決しました。悪を成敗。前回とスペース的には同じなんですが、広く区画の設定ができた分、土地が余ってますね。確かに。ということで福祉施設とか高校とか作れるものを置いていきます。なんか高くしてる。小学校がこういう場所にあるのでね。高校は逆に高い場所にしました。なるほど。モッドのおかげで自由度の高いゲームになりますね。まあそこはそうですけど。あ、ちなみにマップを変更した理由もこの辺にありまして。ふむふむ。前回スタートしたマップですが、こう地形を変更すると高くするやつですね。はい。でもこの辺までしか高くできないんですよね。そうなんですか。これは結構低いかな。ですね。今回スタートしたマップの方だと、おう、どんどん上がっていきますね。どこでもこのくらい変更できると思ってたので、ちょっと予定が狂ってしまいまして。なるほど、まあ何をしようとしてるかはわかります。市長さん、この町には公園とか、作ってくれてありがとうございます。要望出るでしょうから、先に作ったりしつつ。一応区画名とかつけておきましょうかね。そうですね、人口とかも把握しやすくなりますし。始まりの街ですか。とりあえずこんな感じで。ふむふむ。どんどん人口が増えて順調ですが、引っ越しの車でちょっと渋滞が起きてますね。さすがに詰まってしまいますが、とりあえず環状交差点にして様子を見ておきます。これは結構いいですよね。ですね。流れの方はどうでしょう。徐々に。あ、ちょっと流れ出しました。良さそうですね。今やれることはやったので、しばらく時間は進めます。はい。はい、区画はまだ空いてますが、人口は増えてきました。順調ですね。街の方も、問題マークがちらほらと見えてきてますね。これは、あ、事故ですか。今作は事故が起きるようになってますね。それで渋滞が起きたりもするようですが、まあまだ大丈夫かな。事故が起こりにくい道路とかあるんですかね。その辺はまたいずれ調べるとして。火事、あれは街の外かな。山火事かな。それはいいとして。早速廃墟ができちゃってますね。ほんとだ。原因は何でしょう。インターネットが不安定。あ、そもそもこの街にはそういうのないですね。そろそろ需要が出てきてますか。それでは、あ、郵便局も作ってないですね。ついでに作っておくとしましょう。おう。ネットの方は、ラジオ塔ではちょっと弱いかな。サーバーセンターあたりを開放しまして。かなり範囲広い。ちょっと大きすぎるので立ち退きさせて、と。まあ仕方ないですね。最初からこんな大きいのは必要ありませんが、経験値アップになりますしね。いろいろ解放するための土地レベルアップですね。それではまた時間を進めます。はい、かなり埋まってきました。おう、人口5000人、結構増えましたね。区画もほぼ埋まってますね。いい感じです。いいですね。いいですけど、謎の山の存在感が。まあこれはこれで、何かしら効果を発揮してるのかもしれません。そうなんですかね。あ、でも結構通ってますね。小学校の方は？あ、こっちも結構、通えるもんですね。市民も喜んでますね。そう、ですね。居住区の廃墟が減ってますが、商業区に問題マークが出てきました。顧客不足ですか。低密度居住区が多いのと、交通機関とかもないせいかな。なるほど。そろそろ交通機関でも作ってみましょうかね。そうですね。まだ渋滞とかはないようですが。あ、してますね。入り口ですごい渋滞が起きちゃってますね。引っ越しでしょうか。どんどん入ってきてますね。
これはちょっとなんとかしないとダメですね。ということでとりあえず、入り口のあたりをちょっと増やしてみます。一応反対側にも伸ばしたりして。どうでしょうね。少しは流れ出したかな。改善してる感じですね。とりあえず OK ですね。では街の改善として交通機関、とりあえずバスでいいかな。そうですね。最初は、む、というかなんかすでにいっぱい。これはタクシーとかですか。そうみたいですね。引っ越しかな。こんなにたくさん来てたら渋滞しちゃいますよね。ですね。効果があるかわかりませんが、都市条例でタクシー最低運賃を上げておきます。ふむふむ。ではバス停を設置して、都市の外からバスで入ってこれるように路線設定しておきます。あ、これならタクシー移動減らせるかもですね。さすがに多すぎですからね。反対側も設定して、これでよし。おう、これで街への出入りは改善するはずなので、あとは買い物客のアクセスをなんとかしていきましょう。居住区からバスで行けるようにする感じですね。ええ、とりあえず商業区にバス停を置いて、居住区の方にもいくつか設置。そこは小学校の。さすがに徒歩では大変そうですからね。配慮です。なるほど。あとはルートをつないで路線設定。なんか変なルートですね。全部置いても赤字路線になっちゃうのでね、ある程度カバーできればいいかなと。なるほど。手前の中密度居住区あたりにもバス停を設定して、入り組んでますね。方向にもバスで行けるようにしたら変になりましたが、まあ OK。 あんな道路バスで行けるんですかね。一応動いてるようですね。ちょっと様子を見てみましょう。これは低密度居住区に設定した路線ですね。利用者はいるかな。バス停に到着。使ってるかな。あ、降りてますね。大丈夫そうですね。なんか犬も乗ってきたようですが、まあいいでしょう。無茶な発進して次に向かいます。事故起きそうな軌道。次はここから曲がるようですね。これはお墓かな。ちゃんと病院と併設させてる安心なお墓ですね。何の安心ですかね。低密度ゾーン、閑静な住宅街を通って、この辺は環境良さそう。そうですね。景色も、いや、うん、まあランドマークということで。あ、はい。バス停に到着。ちゃんと利用してるようですね。おう。乗客数も47人、利用してますね。結構使ってますね。右折左折を繰り返しつつ、次のバス停は、あ、ここは、いい場所に立つ家を横切って。うわ、無茶な道路が。普通に通れてますね。絶対事故起きそう。というか通れないはずの道なのに。学校に通う生徒のために運転技術を高めてるんですね。ここの道路やば。どうにか頑張って運転して、バス停に到着です。なぜか無事に到着しましたね。あ、誰も乗り降りしてません。まさかの乗客ゼロ。まあそういうこともあるのでしょう。OK です。あとは謎の推進力で道路を登って、無事に地上に到達です。無事なんですね。残念ながら。ちなみに、高校へ向かうバスは、うわ、近くで見るとやばいですね。ここから登る道路へ。あ、ちゃんと登ってますね。やば。謎技術で登って。何事もなく到着。こっちは使ってるかな。結構人いるようです。いいですね。どんどん乗ってる。よしよし。ちゃんと機能するんですね。いい場所に高校があって喜んでるようです。うん。では、また道路を下って。この道路やばすぎますね。なぜか事故も起きずに移動して。起きてほしいんですか。また次のバス停へ移動です。なんか。無茶な地形でテクスチャがバグってますが、無視して進みまして。あ、はい。この辺は中密度、テラスハウスゾーンですね。こっちは乗客たくさんいそうかな。そうですね。こっちは人口密度高いでしょうし、みっちり埋まってますしね。なんとかカーブしてバス停に到着。乗客の数は、あ、結構いるみたいです。たくさん使ってくれてるようで何よりです。ちょっと多すぎて、乗り切れてないほどですね。突然家の前がバス停になって、大勢の人が集まって最悪でしょうね。あはは。笑い事ではないですが、まあでも笑うしかないかな。あはは。そして、商業区へ向かう道がとんでもなく渋滞して進まなかったりしてますが、道路を大きくしたりして改善しつつ進みまして、何度か移動開始、商業区へ向かいます。あ、商業区の顧客不足解消のためでしたね。どのくらい乗ってきたかな？待ってる人も結構いる。いっぱい降りてきましたね。いい感じです。おう、これなら顧客不足もなんとかなることでしょう。そうですね、きっと。
ちなみに、町の外から来るバスですが、いっぱいいる。どんどん降りてきてますね。いいですね。ちゃんと機能してます。たくさん来ましたね。この人たちは、どこに向かってるかな？この感じは、商業区でしょうか。町の外からの買い物客でしたか。なるほど。顧客不足解消になりそうですね。ですね。はい、という感じで、新しく作り始めて人口も増えましたが、7000人、発展してますね。バスを作ったりしましたが、商業区の顧客不足はまだ解消できてません。ちなみにバス停がこの辺で、乗客は結構いるようですが、降りてきてますね。この周辺の顧客は足りてるのかというと、そうでもないような感じですね。そうですね。単純に商業区が多すぎたかな。まあその辺はまた今度改善するとして、今回はここまでにしておきましょう。了解です。家の前にバス停ができて、人が集まりすぎてる様子を見ながらお別れです。こんな家には住みたくない。ま、そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。